皆さんこんにちは、こんばんは。ということで今回なんですが、ドラケン 3HD2D リメイクがですね、ニュースで取り上げられるということで、宣伝かなと思いきや…ということで、売り上げがですね減ってしまうんではないのかとかですね、まあ売り上げ今後伸びないんじゃないのかと心配されてるということでですね、僕のとこにもですね、コメントが来ていたので、売り上げがどうなっているのかね、ちょっと見ていきたいなと思います。そしてですね、ロマサガ2のリメイクね、皆さんやってますか？めちゃくちゃ面白いわけなんですが、海外の評価がやばいということで、そちらのお話もしていきましょう。そしてですね、スクエニ覚醒かと言われているんですが、覚醒って何ぞやということなんですが、そちらのお話もね、していきたいなと思います。それでは早速やっていきましょう。ということで今回のことなんですが、簡単にまとめていきましょう。ということで10月の28日ですか、ニュースで取り上げられるということで、これね、僕ニュース見てたんですよ。見てたというか、まあ、編集しててテレビ出してるんですけどね、流してるんですけど、あ、これドラクエだったんだということで、早朝だったんですけども、で街頭インタビューみたいなのを確かやっててね、やってたんですよ。で、あ、なんか宣伝かなと思いきや、ちょっと調べてみたら、どうもルックス A、ルックス B 問題の触れてたということで、この話題なんですが、27日かな、この、ニュースで取り上げられる前の日にですね、X でも大変話題になってたんですよ。で、なんで話題になってるのかなと思って調べてみたら、朝日新聞がね、このことをですね、取り上げてたということで、なんか進展あったのかなと思ったらですね、内容的には、これね、最初にね、話題になったのは7月なんですよ。7月ということで、8、9、10、もう3ヶ月ぐらい前なんですが、内容一緒でした。そのままだったということで、なんでこのタイミングなのかなと思いました。で、東京ゲームショウでね、この話題またね、話題になったんですけども、そのことも書かれてましたけども、まあ、ルックス A、ルックス B 問題は、まあ、7月のことをそのまま取り上げてて、またここで話題になってるということで、タイミング的に何なんだろうなと思いながらちょっと見てたんですが、この問題なんですけども、他の動画でも言いましたが、僕は男と女で良かったと思っております。はい。で、これを受けて買わないっていう人もいます。僕も動画出してるので、そんなコメントもいただくし、なんか X でも言ってる人もいるんですが、まあ僕はね、この問題は男と女で良かったと思いますけども、でもただこれを受けて買わないというところまで僕は言ってないというのは正直なところなので、まあ今後もですね、動画も出していきますし、買うと思います。ただですね、こういう報道があるとですね、まあ、売り上げが伸びないとかですね、キャンセルが増えてしまったんではないのかと心配されるファンの方って結構いらっしゃるんですよ。僕もね、動画出してるんで、そういう声が届くということで、じゃあ実際ね、こうやってネットでですね、話題になり、そして報道された結果どうなったのかちょっと見ていきましょうということで、 Amazon の売れ筋ランキングです。見てください。こちらなんですけども、先日ね、ご紹介したんですが、スイッチ版なんですけども1位ということで、マリオジャンプオリを超えてですね、 CM も何もないのにですね、1位になってるということ、これ2万点でした。で、プレステ5なんですけども、なんと3位ということで、プレステ5はね、今回全然売れてないなって言われてたんですが、ここに来てですね、売れてるということで、ロマサガも売れてますねということでだったんですけども、その報道がされ、ネットがですね、ちょっと荒れたということで、どうなっていったのかちょっと見ていきましょう。2万点だったわけなんですが、見てください。1万点増えて3万点になってます。おめでとうございます。もしかしたらね、これね、取り上げてもらったからですね、まあ認知じゃないですけど、あ、出るんだっていうことが広まって、売り上げが伸びた可能性があるんではということでですね、3万点いっております。おめでとうございます。ドラクエはね、言うて、まあ、売れますから。で、まあ、今回のね、男の女の問題ありますよ。ね、ほとんどの人が男と女でいいだろって思ってると思うんだけれども、まあ、それでもちろん買わないっていう選択肢を取ってる方もいらっしゃると思いますけども、まあ、それはそれで、でも買いますよって人が、まあ、僕は多いんじゃないのかななんて思っておりますということで、ただね、この問題がいいか悪いかで言うと、まあ、男と女でいいなとは正直思いますけども、ただ僕も、まあ、先ほど言った通り、じゃあそれで買わないっていうことにならないということで、まあそんな方が多いんじゃないのかなということでですね、3万点いってます。おめでとうございます。で、ここからなんですけども、他の動画で言いましたが、 CM が来ます。 CM が来たら、これ4万点来たら熱いんだよねということで、これ3万点だとですね、ドラケン、モンスターズ3ですかということでですね、発売前日に3万点で30万超えておりますということで、この30万なんですけど、何がすごいのかというと、今年で言うとですね、一番、パッケージですね、はい、初週売上でファミスが発表するので、一番売れたのがリバースなんですね、ファイナルファンタジー7のリバース、26万ということで、これがですね、3万点ということで、多分今年、初週売上のパッケージの話ですよ、国内で言うと一番売れるんではないのかなと思ってます。なので、これがもし4万点に行くことがあれば、35万から40万が見えてくるということでですね、まだ皆さん CM 流れてませんからね、まだ CM 流れてませんから、 CM が流れてまたガガガッとね、あのね、ゼルダの新作この間出ましたよね、あのね、ゼルダ姫の新作あったんですが、あそこもですね、 CM 流れてから一気にね、
ドンで、予約増えたということでですね、発売までですね、あと20日切りましたということで、 CM が流れたらこれが4万点いったらですね、もうお祭りです皆さん。はい、ぜひですね、ここね、はい、皆さんで、ね、ぜひね、注目していただけたら嬉しいかなと思います。そしてですね、海外でですね、7月にはですね、不買運動が行われたのではという話があったわけなんですけどね、このルックス A、ルックス B 問題で。でですね、こっちはちょっと見てほしいんですが、任天堂アメリカということで、先々週ぐらいかな、2週間前にドラケンのこれ動画出たんですね。ご紹介したんですけども、コメント欄見ましたけども、皆さんね、素晴らしいリメイクだって、すごかったですよ。はい。本当にゲームファンっていうか、ドラケファンなのかな、皆さんね、このね、クオリティでポケモンリメイクしてくれっていうコメントとか入ったりとか、素晴らしいリメイクだと。ね、スクエニもですね、これで過去のね、作品ね、リメイクしてくれということで、ものすごい絶賛されたということ。ぜひね、皆さんね、自分の目でですね、この動画見てくれたら、本当にね、素晴らしかったです。なんだったら本当、ポケモンこれでリメイクしろ、ニンテンドーみたいなことを言ってる方が本当に多かったということでですね、まあ、海外ではですね、まあ、日本語で売れないと思いますけども、まあ、買う人は買うし、応援する人は応援するっていう話で、まあ、いいんじゃないのかなというお話でした。そしてここからなんですが、ロマサガ2リメイクのですね、海外の評価がやばいということで、メタスコアは出てたんですよ。81点だったわけなんですが、最近メタスコアってね、これ当てにならないなということで、当てになるのはユーザースコアと言われているわけなんですが、で、今作で皆さんね、やってますか？僕ももちろんね、買いましたけど、めちゃめちゃ面白いわけなんですが、ね、AAA タイトルというものではないわけじゃないですか。で、海外の評価で言うと、やっぱ AAA タイトルとかのほど対策の方がですね、まあ、評価高かったりするわけなんですけど、まあ、イコールね、それがダメだった場合の、ね、まあ、デメリットじゃないですけどね落ち方もすごいわけなんですが、酷評されるわけなんですが、今回ロマサガ2ね、ちょっと見ていきましょうということで、こちらね、まずね、ちょっと下の方に映ってると思いますが、81点です。はい。で、これがね、もうまあね、メタスコアということで当てにならないと言われてたんですが、いきますよ、ユーザースコアです。こちら見てください、 8.8 ということで、おめでとうございます。すごくない？これユーザースコア当てにできるって言われてるんですよ。こっちはね、もうちょっとね、メディアなので忖度とかあるだって言われているんですが、 8.8 ということでですね、もう神ゲー間違いないんじゃないですか。で、こちらね、海外での評価だと思うのでね、こちらね、メダスコアという海外のサイトなんですけども、すごいですね。国内でもですね、もちろん面白いって言ってる方めちゃくちゃ多いでしょね。こういうの受けると、あれ、やってみようかなと思ったりすると思うんですけども、今回ですね、ユーザースコアがね、とんでもない高いと、 8.8 ということで、他の評価もめちゃくちゃ高いということでですね、ただね、こちらでスイッチ版がですね81点、 PC 版が85点、プレス5版が81点ということで、これね、注意必要なんですけどもね、僕ね、面白いと思いますし、進めたいと思いますけども、スイッチ版、こちらね、ロード長いです、先に言います。はい、エリアチェンジですね、エリアチェンジはですね、14秒くらいかかったりするとこあります。はい、そうなんです。これマップからちょっと飛べたりするんですよ、今回ね、飛べるんですが、ちょっと長いということで、ただね、まあ、エリアチェンジってしょっちゅうするものではないから、僕我慢できるし、で、戦闘のですね、始まりと終わりに関したら、そこまで気には全然ならないです。そんな遅いとは思わないです。ただ PC 版とか見るとやっぱ圧倒的に早いしね。で、エリアチェンジはとにかく、スイッチは遅いです。これを先に言っとかないといけないと思います。で、これ受けてですね、やっぱ買おうかなって思ってる人いると思うんだよね。はい。でも他のゲームやっててっていう人がいて。で、選択肢の中に、例えばスイッチと PC とプレステ5っていうのがもしあるんであればですよ。あるんであれば、まあ、まあ、プレステ5、まあ、PC、まあ、プレステ5の、まあ、多分ちょっとね、エリアチェンジちゃんと確認できてないんですけど、まあ、早いことは間違いないと思うので、そこら辺ちゃんと確認してもらって、ロード問題が気になるって方はですね、選択肢がこの3つぐらいあるとした場合ですよ、まあ、スイッチをやめた方がいいかもしれません。ロード問題気になる方であれば。ただまあ、いつも言ってますが、スイッチはですね、ゴロゴロできながらできるということで、まあ、リモートプレイはね、プレス5ありますけども、まあ、僕はそれがあるということで、まあ、スイッチが一択ということになってるわけなんですが、他にね、やれる選択肢があれば、労働がね、気になるって人がいればですね、その人はですね、まあ、スイッチではなく、他のハードでやった方がいいのかなとは思います。ということでですね、はい、メタスコア、信用できないメタスコアと言われてますが、ユーザースコア信用されると言ってますが、8.8 ということで、海外の評価がめちゃくちゃ高いというお話でした。そしてですね、ネットで気になる記事見つけました。スクエニ覚醒ということで、なんだ覚醒と思ったんですが、何が覚醒かというとですね、2024年、スクエニってなんだかんだで面白い作品出してるよねということで、確かにと。そういえば2024年ってなんだかんだでですね、スクエニさんね、あと3年間待ってくださいって言われているんですけども、ね、そういえば面白い作品出してるよねということで、こちら見てください。まずはですね、ファイナルファンタジー7リバースということで、メタスコア92点。まあ、これは当てにならないと言われてますけどね、メタスコアね。はい。ただ見てください、ユーザースコア 9.0 ということで、僕もやりました。
面白いです。面白くないことはないとは思います。ただね、まあいろいろこのリメイクはこうであってほしいとか、今回のリメイクはこうじゃないのかとかね、なんでこうなったんだって話もありますけども、ゲームと考えた時にはめちゃくちゃ面白いです。はい、やって損はないとは僕は思っておりますということで 9.0 ですね。そしてこちら見てほしいんですが、聖剣伝説ですね。はい、ビジョンズオブマナということでですね、メタスコア75だったんですが、ユーザースコア 8.5 ということで、僕もやりました。面白いです。はい、絵本のようなゲームということでですね、素晴らしいです。本当に丁寧に作られているということで、こちらも面白かったですね。そして先ほどご紹介したですね、はい、こちらですね、はい、ロマンシングサガということで 8.8 ということで、よくよく考えたらめちゃくちゃ評価高いでしょ。スクエニさんめちゃくちゃ頑張ってますよね。ただね、売り上げがねちょっとね公表してなかったりするものとかも、ロマサガもねじわ売れしてくれたら嬉しいなと思いますし、世間伝説ねちょっとスタジオがねちょっと閉鎖してしまうんじゃないのかって話もありますけども、まあスクエニ2024年で話をするとですね、面白いゲームが出てるんではないのかということで、そうなってくるとね来年ちょっとね玉切れになったらちょっと怖いなと思うんですが、そうなってくるとですね、あとねドラケスレ HD2D リメイクはどうなんだって話なんですが、まあドラケスレ HD2D リメイクは安定じゃないのかなと、神ゲーだと呼ばれるっていうことは間違いないのかなと個人的には思ってるわけなんですが、このですねスクエニ覚醒を受けてですね、はい、ネットランド見てください。ロマサガ2リメイクがガチでスクエニの再覚醒を感じさせるいい出来でやからな、この勢いでファイナルファンタジー8と9とかですね、ファイナルファンタジータクティクスもですね行ってほしいな、覚醒したならビルダーズ3作って、そうですね作ってほしいと思います。ドラケ3 HD2D リメイクが売れたらですね、売れていけばやっぱドラクエなんだなって分かったら、多分ビルダーズとかも僕来ると思うんだよね。なのでね、そこも含めてねドラケ3 HD2D リメイクね応援してるわけなんですが、これでですねドラケ3リメイクの出来が良かったらマジでメインのシリーズリメイクだけどですね復活したことになるなということでですね、なんだかんだいろいろ言われてますけどもね、はい、去年いろいろありましたよ。はい、大の大冒険ね事件とかありましたけどね、今年に限って言ったらですね頑張ってるんではないのかということで、今後のネスクエニに期待できるんではないのかなというお話でした。皆さんお疲れ様でした。ということでですね、ちょっとドラクエのお話させていただいたわけなんですが、売り上げね大丈夫ですかという声が届いたということでですね、大丈夫じゃないですか。もう数字として出てますし、まだ CM がここから流れます。で発売までにねあとね一発か二発ぐらいどうでかい玉来ると思うんですよね。いやラーミア乗ってるシーンが出てくるんじゃないのかなと思いますし、そしてまだね皆さんご存知だと思いますけども、あっちの世界ね、はい、あちらの世界の情報全く分かりません。今回どうなっているのか、どんな形をしているのかもまだ分かってないということで、まだ隠し玉たくさんありますから。でねこちら見た通り3万でいってるということで、これが CM が来たらドンっていくと思いますし、プレス5はね売れてないって言われてたんですが、ここも来てますということで、まあ、ロマサガも売れてるし、なかなかスクエニね頑張ってらっしゃるじゃないんですか。で来年はですね 1&2 出ますよ皆さん、 1&2 も出ますし、そしてですね金ハが出るんじゃないのか、そして噂ではニーヤが動き始めたんではないのかといろいろ言われてますので、今後のですねスクエニさん3年待ってくれって言っているので、まあ3年後にはドラケ12も出るかなということでですね、そこで楽しみにしていきたいなと思っているわけなんですが、こちらありますもんね。で他にもねプレス5とかありますということで、売り上げに関したら心配ないんではないのかなと思っております。ということで今回この辺で終わりたいなと思います。よろしくチャンネル登録高評価などもよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。